おはようございます。ウェザーニュースキャスターの高山奈々です。7月29日月曜日の全国のお天気をお伝えします。まずは千葉幕張の空の様子を見ていきましょう。今日は日差しが届いて暑くなるところが多くなりそうです。では全国のお天気アイコンで確認していきましょう。今日は日本海からの湿った空気が流れ込む影響で、新潟県から北の日本海側のエリアを中心に雲が広がりやすくなります。雨も降るためお出かけの際は雨具をお持ちください。一方その他のエリアでは高気圧に覆われて広く日差しが届きます。洗濯物の外干しにも問題はなさそうです。ただ油断は禁物。広いエリアで天気急変の恐れがあります。にわか雨や雷雨、突風などにもご注意ください。空の変化にご注意ください。さあそして気温を見ていくと30度を超えるところが多く、大阪などでは34度、東京でも34度予想となっております。熱中症に厳重な警戒が必要です。こまめに水分や塩分を取り、しっかりと対策を行ってください。また日差しも届くため紫外線対策も欠かせません。以上全国のお天気をお伝えしました。それでは皆さん今日も元気にいってらっしゃい。